やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジョギニ浜川です。はい、現在9月19日月曜日の15時57分ですね。さて、シャドウハウス2期11話ですね。早速ですけども、D アニメスまで見ていこうかなと思います。いきましょう。はい、3、2、1スタート。はい、前回ね、もうローズマリー、マリーローズが捕まって引き渡されたというね、オープニングなしか。ほんまにこのまま処分されるんかな。二人の答えか。ん？レッスン何倍や。ああ。栄光の廊下。あの罠もっちゃ、エドワードに引き連れていったとかね。同期としてどう思ってんだろうね、このバービーとバーバラは。約束。すすが出たの。言うてた。もうここ。
見てもらったよ。別人やなこれ。バービーめちゃ可愛いやんこの頃。あ、ここや。Gアニメスターの。あ、そうだな。スーザンとスザンだったな。それがどう変わってたの？
わ。あ、ドマスやったっけこれ。あ、そっか、顔に傷ってあいかんねんね。目つき変わってもうたな。今回の2人の答えっていうのは誰と誰のことなの？バーバラ。それバーバラ何も知らんもんな。アンソニー。
クレトマカオがアンソニーやったね。あれ？アンソニーや。Why？ 何？洗脳が必要な理由。ああ、なるほどね。ああ自害クリストファー自害か。そらそんな気分なられへんわな。なんというきつい話やこれは。何すんねや。亡霊か。おお。
何エドワンス能力、うん、超音波出してるのかこれは。あら、死ぬんかい、飛び降りんのこれ。おいこんなとこで終わる。いやー、うわ、これでも今バーバラとかバービー聞こえてたんちゃうの会話。え、これあと1話で終わんのこれ。いやー、なんというちょっと鬱展開やなこれ。ローズマリー、マリーローズの答えは自害ってことか。マジか、抗う者たち。いやー、ちょっと寒いもですわこれは。はい、まあまあちょっとね、最初の方すいません、よく分かってませんけどもまあ、あのクリストファーたちは世代最高の星付きって言ったかな、当時の星付きは、お呼ばれする一歩手前になったら星付きに、されるのかな、 どうなんかなが、まあそれクリストファーがお呼ばれしたことで、星付きが子供たちの教育係になったと。でまあ、そこでバーバラとバービーは、あと、クリストファーの、まあ、意思を引き継いでいきたいやったけども集まらなくなったと。まあ、しかもそれが何、ローズマリーと、マリーローズが、まあ、もうそういう気分じゃないねんということで、まあ、バーバラなんとかせなあかんという中のストレスで大爆発させて、バービーの顔に傷を生かしてしまったと。悲劇やねこれは。でそれによって、何、なんか条件出されたな、トマスやったっけ、まあちょっともう一回振り返りますけども、この後で一方マリーローズ側からすると、アンソニーのコーヒーの洗脳解いてたと、解いたことによってクリストファーが自害してしまったとね。一体か、そうか、洗脳解けてたら一体か、そうやね、うまいことできとんなこの話。そらアンソニーも逃げてくるわな、命差し出さなあかんもんね。そうか、だからまあマリーローズ的にはもう自分のせいでクリストファーが自害したってことやもんね。そらね、そんな気分になられへんわな、うん。で、あのエドワードのね、その過去の何、シャドウと生き人形やった時代が出てきましたけれども、あれは生き人形エドって言うんやね。でまあマリーローズはエドのこと忘れたことあるわけなかろうに言って怒ったけども、すごかったねあの亡霊やけど、エドワードの能力が何、
空気中のなんか振動させる不快な音を、なんか音を操ってたかな。一体家族やったらもう死を選ぶってことで、二人揃って飛んだね。いや、これこのまま二人ほんまに死ぬんかな。にしても面白いね。面白いわ。ようできた話やね、これは。はい、まあちょっととにかくローズマリー、マリーローズがね、もうとにかくあの、なんやろ、このね、言うたら、人さらいの巣窟をどうにかこう変えようとしててね、その結果こんなことになるなんて。まあ生きててほしいと願うしかないね。まあ、あとはケイトがどういう風に動いていくかね、今後。ただ今の会話ってバービー聞こえてたんじゃない、もしかして。バービーにせよ、他の星付きたちにせよね、聞こえてたような気するな。抗う者たちやから、次回はね。そのまあまあ、もうこれでまあ、マリーローズとローズマリー死んでしまったとして、2人の意思を継いで抗っていくのかなというサブタイなんかな。はい、まあとにかくちょっともうバッドエンドしか見えへんねんけど、今のところ。まあなんとかハッピーエンドになってほしいですね。はい、ということで以上、シャドウハウス2期11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、最後、僕の本業はね、大道芸人です。9月13日にね、一応こっちが元々の、ね、アカウントでしたけども、これを今サブアカと称して、本アカでね、パフォーマーとしてのね、チャンネル作りましたので、ぜひともそちらの登録もよろしくお願いします。はい、以上、アニメリアク職人ことマジダイドギの浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。